はい、どうも、しこです。ジョンです。マジです。今日の企画は絶対に付き合いたい女子の特徴20。いいテーマ、いいテーマ。おじさん妄想したくなっちゃうよ。いいね。結局男ってどんな人と付き合いたいかっていう、たいのかっていうのをね、出していきたいと思います。我らがね、テンション上がりまくるやつやな。これいい企画だな。ということで早速出していきましょう。しょう。はいはい、ジョン。レモンサワーが好き。ちょっと待って、好きやなそれ。俺レモンサワー好きな女の子が好きなんだよ。レモンサワー飲みたい。一発目からそれで相当優先度高いやん。レモンサワー好き。もう多分俺今酒が飲みたくて飲みたくて仕方ないのかもしれない。禁酒もしてっから。はいはい。身の回りのことができる人。あー、いいね。まあそうやな、数字選択。うん、やっぱ付き合いだったら、その先も一応見るもんな、なんか、結婚とかワンチャンね。はい、うん、そういうところはやっぱだから一回一人暮らしした子って多分強いんだよね。その辺一通りやってるから。確かに確かに、うん、それあるかもな。はい、これもうほんま基本やけど、こう明るい元気な笑顔。あー、うん、これも近いかも。ポジティブ。あ、そうそう、ほんまにもう明るくてこう笑ってられるような子は、マジでそこはもう結構重要やな俺は。ネガティブな子は俺結構嫌かもな。そうやね、付き合いたいとは思えなくなっちゃうな。はいはいはい。些細なことにもお礼ができる人。ああ、間違いない。ああいいね。あと謝れる人な。確かに確かに。ああいいね。素晴らしい。ありがとうとごめんねが言える子。結局人格者はモテるんだよね。いや、そうそう、結局そうやな。そこは大丈夫。言うて見てるもんな、男も。見てる見てる。うん、はいはい。あの、会話のテンポが合う子。あー、なるほどね。あ、分かる分かる分かる。それは別に速度とかだけじゃなくて、なんかそのノリとかリズム感が一緒ってことやな、多分。そうそうそう、なんか喋っててなんか心地いいみたいな、波長が合うというかね。分かる、すっげー分かる。それそうそうそう、それはなんかボケたりとか突っ込んだりとかもそうやし、なんかなんとなく分かる。で、こういうことってさ、無言の時間でも過ごせるから、ね、ああ、そうやな。うん、あ、すげえわかる。はいはい。米粒残さない子。残す子おる？たまにいるくない？雑に食う子。男は結構いるけど、あ、女の子あんま見たことないけどな。残さない子が好きだな、俺は。そりゃそうやな。うん。はいはいはい。気遣いができる人。ああ、間違いない、はいはい、それめっちゃ間違いないわ。いいねー。しかもそのこともそうですし、うん、いろんな周りの、いや、そうやな、周囲を気づくだ。友達とかにこう紹介したくなるもんな。確かに確かに確かに、分かる分かる分かる。そうそう、付き合ってからとか、なんか友達遊ぶときにさっと呼べるってすごいいいことだよね。いや、ほんまにそれめちゃめちゃ俺も嬉しい、それ、うん、こっちがなんかちょっと誇らしげな気分になるもんな。ねえ。どうぞ見てください。うん、はいはい。こう何か夢中に頑張ってるものがある子。ああ、いいね。俺こういう子めっちゃ好きで。いいね。うん、仕事でも仕事でもいいし、うん、なんかまあ例えば絵描くのめっちゃ上手くて好きで、あ、いい、すげえいい。デザインの才能がめちゃくちゃあるとか、うん、まあ才能じゃなくてもいいんやけどさ、うん、それに向かって頑張ってる姿が、そうそうそう、俺そういうのに惹かれるな。なんか美しく見えるんだよね。見える、わかるわかるわかる、すげえいい、うん、はいはい。ジョン、これ歌詞なんだけど、うん、すごい好きで、うん、僕の短所をジョークにしても眉を潜めないでっていう。あー、例えば自分がガサツだとして、はいはいはい、いや、ごめんね、俺なんかこれガサツなところがあってさ、みたいな感じのジョークを言った時に、嫌な顔をしない。あー、短所を受け止めてくれてる。いや、めっちゃ嬉しいやん、そんな。ちなみに、何の曲か分かる？分からん。キリンジュのエイリアンズですよ。いや、分からんって、だから。大名曲。マニアックすぎんねん。キリンジュのエイリアンズじゃないね、別に。大名曲ですよ。いや、まあ歌詞はいいけど、それ。うん。すごい、これすごい好きな曲。ちょっと聞いてみるわ。うん。キリンジュのエイリアンズ。はい、はい、これもちょっと歌詞なんですけど、はいはいはい。おお、あの、美味しいパスタ作る。湘南の風やん。湘南ズウィンドウやん、もう。美味しいパスタ作ったお前ら、うん、絶対そいつ大親友の彼女の連れやん。いや、まあパスタうまい子、まあいいかもな。料理うまい子最強だよね。うん、普通、うん、あ、今日ダメやわ。うん、俺その子の弱点発覚したわ。なんだ、俺パスタ食えんやん。いや、今や、今だけやん、そんな。俺パスタ食えんやん。やそんなの女ダメやわ。いやいや、なんでダメダメダメ。お前らなんか個人で大変すぎや、うん、ダメ。はい、おい。あ、この夜に一人で俳句読んでる女。なんでなんでだけど、まあ、こういいけど、こういうな個性的な、うん、部分がある子。いや、わかるわかる。そういう、うん、俳句じゃなかったけど分かる、すげえ。なんか、えって普通の人絶対やらんやんっていうやつことをちょっとやってる子が好き、俺は。
あの物語書いてるとかね。そう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 、あ、すげえわかる。俺すげえ好きそういうの。はい、ガイド。もうシンプルに、うん、もう顔が可愛い。いや、まあ、そりゃそうや。まあ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 、うん、まあ、そりゃそうや。あ、けど、俺それで言うと、うん、これも誰かの歌詞なんかな。あ、俺、愛しのブスの方が好きだよ。世界死んだ。え、一石で落ちました。え、カイトは固まった。あ、え、これ分からん。いや、分からんでもないよ。俺、可愛い子より自分だけがタイプの子の方がすごい付き合いたくなる。それは、それはタイプかどうか。この表現がブスになっちゃってるけど、うん、自分の好きなタイプで別に世界が美人と呼ばない子の方が俺は惹かれる。あ、それは分かるよ。うん、あ、全然。うん、びっくりしたー。いや、それだけでちょっと分かりづらい。もうこれ分かりづらいか、そっか。俺がいつもこう呼んでるってだから愛嬌とかある子の方が俺別に好きやもんな。そう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 、めちゃくちゃ美人とかよりも、そうそうそう、可愛いよりこっちが好きだ、うん、それ分かる。怖かったー。はいはい、教養がしっかりしてる。あー、それ大事。それめっちゃ大事やわ。いい、うん、俺知的な子好きやもんな。俺も好きやわー。ね、とかも、うん、話をしてても、うん、噛み合わなくなっちゃったりするじゃないですか。あ、明らかにレベルが違いすぎると。うん、そうやな。そういう女の子って意外と少なかったりするからな。はい、確かに確かに。うん、1919年っつったら、うん、ワイマール憲法とか言ってたら、そんなそんなもん、そんなもんええわ。もっとなんかビジネスの話とか、今のなんか情勢とか、はいはいはい、そっち系やわ。コロナがどうとかね。そう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 。歴史はええわ、別にどうでも。いやー。はい。はい。この、自分を立ててくれる子。あー、なるほどね。だからちゃんとなんか、ね、いじるとこいじってくれたら嬉しい。はいはいはい、よりいいけど、うん、立てるとこはちゃんとこう立ててくれるみたいな。だから友達とのバーベキューに連れてくる時に、あー、そう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 。普段言えばめちゃくちゃ言うけど、そこだけ立てれるみたいな。そうや、それめっちゃいいな。素敵よな。俺のことちゃんと分かってるやん。ねえ、うん、なんか俺のことよな。そうそうそう。バーベキュー中に。ビールがうまくなっちゃう。うん。はい。はい。これ意外ともあるかもしれないけど、ビシッと叱ってくれる。あ、わかる。俺めっちゃ好き、それ。普通に付き合ってもないんだけど、ちょっといけないことをした時とかには、ちゃんと叱ってくれる子。うん。ダメなことをちゃんと正してくれる子、俺好き。うん。なんか、うっ、ん、ってなるよね。キュンってなるよね。そう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 、うん。こっちが情けないからこそ、そんなお前似てほしいんやってなるもん。そう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 。うん、ウーフルズの歌詞みたいな。サムライソウル。サムライソウルやわ。へぇー。はい。はい。あの、尊敬できる。あー、いい。なんか、やっぱ一つこう尊敬できる部分がやっぱないと付き合うとならんかも。うん、うん、いい、うん、すげえいい。そういうところやな、やっぱり結局 よすぎて言葉が出んねん。いい、そうなんだよ。うん、大事やんな。うん、はいはい、はい、共通の趣味が2つ以上ある。あー、あー、大事やな。趣味ね。趣味もいいよね。趣味な、うん、会う子がいいな、やっぱり、うんうん、一緒に楽しみたいもんね。うん、はい、はい。あの、二人きりの時甘えてくる。あー、かわいい。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 ビシッと叱るしね。ビシッと叱るとこ叱ってくるけど、甘えてくる時は甘えてくる。レモンサワー飲む時ね。レモンサワー俺あんま大事じゃないじゃん。かわいい。めっちゃかわいい。はい。はい、じゃあ。論理的な話ができる。あー、なるほどね。うん。はい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 、はい。まあ、実際付き合ってたらちょっと、うん、その、お金の話とかもなってくるじゃん。うん、とか、揉めた時とかさ、うん。そういう時に論理的に話ができるっていうのが。感情をその先行せずにこう、うん、冷静に話し合いができるっていう。そうそうそう。うん、そういう女の子はなんか、今後も安心できる。確かに確かに。うん、はい。はい。もうこのシンプルにあげまん。あ、出た。うん。もうあげまん女の子が俺はほんまに求めてる。素晴らしいね。うん。だ元彼がとかなんか付き合った時元彼めっちゃなんか出世したとか。そういう情報俺ちょっと聞くもん。マジそこまで聞くんだ。そうそうそう。だから言うたら立ててくれてさ、こう叱ってくれるとこ叱ってくれてね。そういうことだよ、ね、うん。ちゃんと育ち合う。育ててくれるっていう。ね、うん、切磋琢磨できるってことだよね。そうそうそう、尊敬できて。はい。はい。ピンチの時に助けてくれる。あー、それめちゃめちゃ嬉しいな。俺も今相談できるとか書きたかった。あー、うん、相談できる子いいな、うん。そういう意味で確かに話が合うとかさ、そのレベル的にちょっと合ってないとさ、相談できなかったりするやんか。そういうのあるかもしれんな。はい。おい。あの、悪口言わない。あー、いい。これめっちゃ大事だよ。すげー大事。人の悪口全然言わない子。俺めちゃくちゃ嫌だもん。人の悪口、陰で言ってる人。いや、それはほんまにいいよな。嫌だよね。これはいいよ。悪口言わない子ほんまに大事。ちゃんと自分で処理できるってことだもんね。あ、そうそうそう。なんか嫌なことがあっても。まあ、愚痴とか別に言っても全然いいと思うけど、悪口とかばっかやったらさすがにちょっときついな。相手は変えられないもんね。はい。はい。もう、ユーモラスな人。あー、めちゃめちゃ大事やな。
その辺はほんまに、うん、うん、それだけで俺自分のボケで笑ってくれたりとか、うん、進んでくれ、うん、めっちゃ嬉しいな。みんなボケも種類が違ったりするじゃん、男それぞれで。その子に合ったユーモラスがいっぱいあるわけだもんね。まあそうやな、うん、新聞面白い子な、うん、まあ、それ大事やわほんまに顔より。いや、はいはい、あのこの謙遜しすぎない子。あー、いい観点。だからこっちがなんか褒めた時に、いやでもそんなんとかってばっか言われたらさ、なんか嫌じゃない。なんか褒めてるのに受け取ってもらえてない感じがするよね。だからそうそう、すごいねとか言って、いやなんかまあねぐらいの感じでさ言って、ちょたまにちょっとたまにねボケながらそういう感じで言ってくれた方がめちゃくちゃ嬉しいけど、全部まあねだとちょっとそう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 、なんか2割3割とかないからちょいちょいこうそういうことも言ってくるみたいな。多分自信持ってるところがあるってところは尊敬にもつながってくる。そうそう、まあシンプルにさ遠慮せず謙遜せずにこう、ありがとうって言ってくれるだけでも嬉しいけどね。確かに確かに、はいはい。ちょっとこだわり強い人間としては、うん、センスが合うっていうのは俺はすごい大事にしてるかも。ファッションとか、そう、うん、あの家具とか、うん、なんだろうな、家具、音楽、服とか、いやそうやな、その系の系統がある程度理解できる人の方がいいな、俺は。わかるわかるわかる、うん、はい、はい、庶民的。あー、例えばだからあれだよ、うん、あの焼き鳥とか一緒に、ああなるほどね、焼き鳥屋とか行けるとか、あそういうとこ行けるとか、あそんな高級じゃないうどんとかそば食いに行けるとか、あーそれめっちゃいいな、そういう子がいいな。はい、はい、それあの自分の活動とか仕事とかに理解を示してくれる人。あーそれもめっちゃありがたいな。ありがたいね。うん、俺らみたいな変則的な生活とか、そうじゃないですか。うん、今のこの YouTube とか、そうだよね、そうだ、特にまさしく、うん、これ理解してくれると嬉しいよね。うん、分かろうとしてくれるだけでも嬉しいな。確かに確かに、そんな先入観でそんなんはまあ、うん、無理みたいなのじゃなくて、うん、偏見が強く嫌だね。そう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 だ、うん、そうだそうだ、寛容というか、うん、一回受け止める懐の広さみたいな、ね、あそう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 、うん、原始人受け止めてくれる子なんておるかな。いやいやそれおらんわ。もうダメじゃん俺。それずっとこの生活嫌よ。ねえダメか。はいはい、あの言いたいことをはっきり伝えてくれる子。はい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 、まあこれ付き合ってからの話かもしれんけど、はいはいはい、わかるわかる、あんま溜め込まずとか、うーん、あの察してよとかじゃなくて、うーん、ちゃんとこう伝えてくれる子が言葉にしてほしいってことだよね、男は。そう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 、うーん、はい、ということで今回もいろいろ出てきましたけど、どうでしたか。いやー出てきましたねー。どう、なんか共通してるのってなんか、うん、芯がある子みたいな。そうだね結局、うんうん、自分の意見持っててはっきり言えるとか、そう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 、うん、で頑張ってることもちゃんとあったりとか、うん、うん、で、お互いにやっぱ男もなんかこう刺激欲しいみたいなとこあるんやろな、はいはい、うん、相談できてるとか、そう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 、うん、お互いにこう高め合えるような、うん、支えるみたいな子がいいのかもしれないね、うん、そうそうそう、うん、まあそういう感じかなと俺らは思いますと、うん、みんなもね、その女性側の意見とかもぜひ聞きたいんでね、うん、ちょっとぜひぜひいろんな感想とか意見とかコメント欄で教えてください、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。